はい、皆様こんにちは。今日はですね、スローフォックストロット、スリーファーウェイやります。これはもうスローのルーティンね、踊ってる方は絶対入ってるらしいなんでね、シャドウでできるように、やってみてください。結構動きますんでね、上がってやってきます。右足交代からいきますね。スロー、クイック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 クイッスロー、こんな感じですね。ここからいきますと、スロー、クイック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 クイッスロー。はい、まずちょっと細かく分担してやりますね。最初、右足交代からスロー、クイック、ここですね、スロー、クイックのところ。いずれにしてもスローね、左肩の運用ですね。こう頭が左から上通って下通って上通って下通って、これをベースにしていただくと非常にありがたいですね。流れが分かりますから、足をね、こうかけるんです。こう後ろへこう出していくんじゃなくて、かける感じにしてください。はい、最初はちょっと大きめにかけることになると思いますが、足を無理に後ろへ出そうという意識を絶対に持たない。ずーっと緩やかな左回転がかかってるんで、はい、かける感じです。足を後ろにこう出す感じではあります。ですから最初、スロー、クイック、ここのところで、クイック、頭がこっちからこう、後ろと。次、ここから、つま先で、ここでね、ちょっとこう、少し左回転を継続しながら、つま先で左足、つま先で下ろして、全部、あとつま先です。ここは頭下からこう通るように、クイック、クイック、クイック。で、右がこう上がってます。全部つま先を見る、つま先を見る。もうこのスリーファラウェイはもう前に行くときは全部つま先を降りる、つま先を降りるでやってください。今のところがここから左足から、クイック、クイック、クイック。こういう感じですね。これでここからまた最初の足に、右足交代からクイック、クイック、クイック。ここに入っていく。ね、そこからまた、クイック、これまたつま先ね、クイック。で、フェザー、フィニッシュ。ね、ここフェザーフィニッシュ、クイック、ここから、クイック、クイック、フェザーフィニッシュに入っていく。こんな感じですね。ちょっとすごく分かりにくいかと思いますが、もう一回ちょっとやっておきますと、右からバックしてスロー、クイック、ね、で左足つま先からクイック、クイック、クイック。で、右足交代で、最初のと一緒ですね。クイック、クイック、クイック。ね、で、右足後ろかかる。そして、ここから、フェザーフィニッシュ。クイック、左足、クイック。で、右足、つま先を入れる。左足バックして、右足が見える。フェザーフィニッシュですね。こんな感じです。はい。ポイントは、足をこう、かけるということですね。で、緩やかに左回転、下半身の回転がずっと、で、頭が、上通って、下を通って、上通って、下通って、これをベースに、してやってください。はい、これでまあ、洗ってやってみて、またね、気づいた点があれば、補習したいと思います。大体分かっていただきましたですかね、足をかける、ね、緩やかにこう頭を旋回させる。こういうふうにね、練習してみてください。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。